フミヤさん。はい、ソラチャンネルです。ソラチャンネルです。今日は、はい、長島スパーランドっていうところに来てるんですけど、はい、まあ、なぜかというと、はい、まあ、ソラコ、ソラコを、まあ、この間歩き方、はい、マナー、いろんなものをちょっとダメなところを克服しようと、はい、苦手なものを克服しようということ で、ね、はい、まあ、なんか絶叫がもう大の苦手だと。あ、そうなんですか。ソラさん絶叫ダメなんですか。その無理とかっていうのはソラチャンネルは通用しないんで、はい、で今日はソラコの横にチャイルドプレイのチャッキーのティファニーみたいな人おるでしょ。はい、ティファニー派手な。ティファニーことハルタム。ハルタム、ハルタムさん。ハルタム声がちっちゃいから。あ、OK、よろしくお願いします。だから今日ちょっとこのギャル2人を連れて、はい、長島スパーランドに行って。ハルタムは絶叫得意？ハルタムちょっと今緊張してるんで、はい、得意ということで、はい、ソラコは苦手だから今日はもうハルタムを見本に絶叫はこうやって乗るんだと、はい、でゲストに迎えてます。ありがとうございます。絶叫乗るの？絶叫乗るよ。当たり前じゃないですか。絶叫しか乗らん。ここ来て絶叫乗らなかったら何しに来てることか分かんないですよ。いや無理、プール風邪ひこ風邪ひいてしまう。今もう10月半ばですから、ね、風邪ひいてしまう。もしかしてあれ乗るの？乗るよ。あれちょっと山さん、あれ映してください。いやいや、死ぬから。あれ乗りますよ。ちょっと見栄え悪いですけど。もうハルダムなんてもうベルトいらないって言うんやから。あれ、ちょっと待って、ソラコ、はい、あれだ、あれ見たことない。誰？あそこ立ってんの誰ですか？あれ、フミヤさんじゃん。え、フミヤさん、フミヤさん。フミヤさん、なんで今日来られたんですか？今日来られるとおっしゃってたんで。え、ついてきたってことですか？待ち伏せですか？ちょうどっすよ、もうタイミング。ちなみに絶叫得意ですか？絶叫全然いきますよ。ソラコはちょっと絶叫苦手なんで、はい、エスコートしてあげてもらっていいですか？そうです。エスコートしてもらえますか？わかります。じゃあそういうことで、もういいっすわ。もうついて来させて、さしましょう。じゃあ中入りましょう。ちょ、もうあかんすよ、あかんすよ、あかんすよ、それは。ドラゴン来てしまいましたね。意味がわからない。あの、フミヤちゃんのテヒパテにベストの人です。もちろんです。なんで呼びしてんの？あ、フミヤさん、フミヤさん、お腹良くなりすぎてしまった。テヒパテを引っ張ってベストしてあげて。わかりました。行こうか。じゃあやめとけって。じゃあ行きましょう。やばい。
さあさん、先ほどのどうでした？まあまあ乗ったら大丈夫。大丈夫でした。でも怖いよね、降りるまでが。じゃあ今から並んでちゃんと礼儀正しくお願いしますね。はい、海谷さん。はい、わかりました。はい、ちゃんとどうエスコートして女性を何やってんねんって。山さん厳しいな。厳しいでしょ。じゃあ、はい、一旦切ります。はい、よし。これでいけるやろ。怖いよ。これいけるやろ。Love me, Matthew. I do. Honestly.